亀ヶ岡石器時代遺跡は、青森県津軽市にある、縄文時代晩期の集落遺跡である。単に、亀ヶ岡遺跡とも称される。社交機土偶が出土した遺跡として知られ、1944年6月26日に、国の史跡に指定された。亀ヶ岡石器時代遺跡亀ヶ岡石器時代遺跡は、津軽平野西南部の丘陵先端部に位置している。現在、 現地には社交機土偶をかたどったモニュメントが建てられているが、その背後にある谷間の湿地帯から、数多くの遺物が出土している。亀ヶ岡石器時代遺跡とモニュメント社交機、土偶東京国立博物館展示。遺跡は、1622年に、津軽藩二代目藩主の津軽信平がこの地に、亀ヶ岡城を築こうとした際、土偶や土器が出土したことから発見された。なお、 亀ヶ丘城の築城は一国一条例が出たために中断されている。地名の亀ヶ丘は亀が出土する丘に由来するとも言われる。また、この地区には湿地帯が多く、水域の際に地面に木を敷いて道路としたことから木造村と呼ばれるようになった。江戸時代にはここから発掘されたものは亀ヶ丘ものと言われ、高塚に喜ばれ、遠くオランダまで売られたものもある。 一万個を超える関係の土器が勝手に発掘されて持ち去られたという。1889年学術調査が行われ、1895年と昭和にも発掘調査が行われ、戦後も四国の低出地異物法元層のみの調査が行われ、1980年丘陵上や谷の部分の調査が行われた結果、社交機土偶をはじめ土器、石器、木製品、 漆器などとともに土工跡26基が発掘された。しかし生活アートや遺構の調査は未発掘である。現在無断で発掘することは禁止されている。津軽信平は亀ヶ丘城の廃城後、そこに大亀池を作ったが、その近くに縄文館という施設があり、現在あたり遺跡から出土した遺物の多くが展示されている。大亀池は、 亀ヶ岡城の堀として予定されたものであり、城門館は亀ヶ岡城予定地であった。出土遺物中、最も著名で、この遺跡のモニュメントのモデルとなっている、社交機土偶は、個人の所蔵を経て、1957年に重要文化財に指定され、現在は東京国立博物館の所蔵となっている。城門時代晩期には、 この亀ヶ岡出土品に代表される様式の土器が北海道から中部、近畿の広い地区にわたって流行する。これを亀ヶ岡文化とも言う。ありがとうございます。